かぎ針編みの帽子かぎ針編みは、かぎ針と呼ばれる道具を用いる編み物。帽子などの小物類、バッグ、編みぐるみ、チョッキ、カーディガン、テーブルクロス、ドイリーなどを編むことができる。かつては男性もの衣の料にも用いられたが、現在は小物類以外にはほとんど用いられない。日本では昭和40年代頃までは、棒針編みよりもかぎ針編みが盛んであった。その後、 かぎ編みが滑れ、棒針編みが全盛となるが、近年では、手作り雑貨の流行などにより、かぎ針編みの小物の可愛さや、針一本でできる手軽さが見直され、再びブームになりつつある。また、オレク、ロンドン系などに代表される、かぎ針編みによるアート作品も現れ、ヤーンボミングと呼ばれる活動も現れている。かぎ針棒針編みでは、編み棒を2本から5本使い、 編みたい模様によっては、縄編み針などの補助具が必要であるのに対して、かぎ針編みでは、ほとんどの場合かぎ針1本で事足りる。先に述べた道具に、糸を8の字に巻きながら、中央で細編みを縦に編み、最後に、道具から糸を外して、ブレードの出来上がり。このブレードをつなぎ合わせて、マフラーなどを作る。円編みのモチーフをつなぎ合わせて、テーブルクロスなどを作る。 つなぎ方は、モチーフを編みながらつなぐやり方、後でまとめてつなぐやり方、最後に閉じつけてつなぐやり方の3通りがある。また、モチーフの半分を糸を切らずにつなげて、必要枚数編み、その後モチーフの残り半分を編んでいく連続編みという方法もある。ありがとうございます。